ご着席お願いします。他選手における事故調査検証委員会の最終報告、それでは政府といたしましては、しっかりこの最終報告をまずは精読をさせていただきたいというふうに思います。その上で、まもなく原子力規制委員会が発足をいたしますけれども、この規制委員会を中心に二度とこのような事故が起こらないように、事故の再発防止に向けまして万全を期して取り組んでいきたいと考えております。先ほど畑村委員長から真摯に受け止めてほしいという言葉がございました。まさに真摯に受け止めてしっかりと対応していきたいと思います。本当にありがとうございました。お疲れ様でございました。ご着席ください。実は時間をきっちり守りませんと、全部が崩れてしまう。100年後にもきちんとした評価に耐えるつもりでやるんだと元気よく言いましたが、これは本当になっているかどうかは100年経ってみないと分かりません。その頃僕はもういません。だけども多分この今回のこの中身はそれに耐えうるものになっているんではないかというふうに思っています。左側ですね。